皆さんこんにちは、マックスフライト、ミックスです。シャス。はい。今日はですね。はい。皆さん丸亀製麺ご存知ですか。分かっちゃった。丸亀製麺といえばみんな大好き丸亀製麺、はい。その丸亀製麺が確かちょっと聞いただけなんですけど、はい、めちゃめちゃコスパが良くて最高のテイクアウト。もうこれさえあれば満足やろっていうものを始めたってのを話題になってたのを見た。見た。はい。正解です。アップバンクでも記事になってた。あ、なってました。なってた。お持ち帰りは確かもともとできたんですけど、はいはい、形としてはお弁当。ほう。うどんなのにお弁当。うどんお弁当っていうことで、13日からですかね。あ、もうほんと最近だ。はい。はい、始めまして、まあそれがまあコスパがいいんですけど、一旦じゃあ見てもらいましょう。見ましょう、見ましょう。皆さん知ってました？この話。はい、どうぞ。じゃん、スープが、あ、そうですね、ビニールで入ってるんですけども、はいはいはい、お弁当のメニュー3種類、あ、4種類ございまして、はあ、村井さんが持っていただいてるのは2種類の天ぷらと定番おかずのうどん弁当。ほう、はあ、違うのかい、こっちと。これ実は具材が一緒でプラスあの肉うどんなんで肉がついてるんですけど、肉うどんね、それが2種類目ですね。で、はい、3種類目は、天ぷらが3種で、もう1個は天ぷらが4種になります。すげえじゃん、これ。ちょっと、はい、もう一回見せていただいて、はい、きんぴらごぼうと、うん、卵焼きですね、うんうんうん、それがおかずになってます。はいはいはい、はい、で、かき揚げと、うん、まあ、野菜バラ天とちくわ磯辺天、うんうんうん、で、これ波です。波、これいくらだと思いますか。私ね、ちょっとやんわり知っちゃってるんですけど、多分480円か500円。この2種類の天ぷらの方はなんと390円。税込み390円。安い。え、390円、すごいな。これでいいよ、天ぷらが3種になっても490円です。安い、はい、だって今テイクアウトどこも高いぞ。いや本当に高いですよね。1000円かかるぞ、1000円。お弁当 でこっちの肉うどんの方は650円します。でこれが一番高いんですけど、一番高くても650円です。これ肉代が300円もするの、逆に。まあそういうことですね、多分。肉すごい価値が提供されてるな。200、そうですね、250円ぐらいしますね、お肉だけね。肉だけどね、はい、中身は一緒っぽいですね。一緒っすね、はい、早速食べたいっす。はい、食べましょう。いただきましょう。ありがとうございます。すごいなぁ、バカ。スープがこんな感じでビニールに入ってるんですね。そうですね、この状態でなんか冷蔵庫に入ってましたね。これで取り出してました。簡単でいいっすね。てかこれでいいんだな。なんかいや、いろいろこういうさ、ね、テイクアウトとかいろいろ考えるとさ、本当にそうですよね、難しいこといろいろ思っちゃうじゃないですか。はい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 、これでいいんだな。このビニールの袋に対してこのつゆがもうね、もうほらこんなんですよ。いやでもこれでいいんだな。いいですね、こういうなっちゃうけど。いや、なんかテイクアウトと通販ってまた違うんだよね。いや、そうっすね。うん、なんか法律というかね、その守んないといけないことも違うんですよね。あとはその成分表示とかそういうところも違うんですよね。最近勉強してます。じゃあ僕はお肉を。どうぞどうぞどうぞ。結構入ってんだ。結構入ってますよ。吉野家の小鉢よりかは入ってますね。めちゃめちゃ入ってんだ。あれ、それ普通に吉野家の並盛りの。いや、そうですね、いや本当にそうですね。いや入ってます、入ってます、全然入ってますね。いや、それは200円しますよ。するな、それ吉野家の一杯分だ。ドドン、すごい。ここ皆さん、あのつゆが入ってたところくぼんでて、そこにまんま肉入ってるんですけど、ちょっとミックス先生こちらを、これ私の方なんですが、ここですね、ここくぼんでるじゃないですか、ここのくぼみにもう丸々この肉が入ってるんですよ。だからだいぶ量入ってますね。上の分だけじゃないですよ、その下の分も全部っすよ、はい、これやばいっすね。丸亀自体めっちゃ久しぶり。食べましょう。はい、いただきます。いただきます。どれどれ、ちょっと卵とかないっすよね、丸亀で。店舗でもあんまり見ないね。卵から食べます。うん、あ、麺はね、ほぐれやすいです、固まってないっす。スープにすぐなんか使ってくれる。確かに、このスープの量とちょうどいいっすね。ね、太いな、丸亀麺。よいしょ、いただきます。
うん、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 うまい。いや、うまい。普通、普通にうまい。肉、おー、うん、てか、すごいね。これで300円。嘘でしょ。390円ですね。結構丸亀、まあ丸亀に、ね、もそうですけど、うどん屋さんって結構シンプルじゃないですか。うどん揚げてつゆ入れてるって、うん、だからこうお弁当にしても全然味の衰えとかないんですね、うん、普通に店で食ってるみたいな。なんか昔マクドナルドハンバーガー1個60円みたいな時代があったじゃないですか、うん、だから最近どん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 高くなってますよね、はい、吉野家も400円かなんぼするでしょ、知らんけど、はい、そんな中丸亀がこれを360円で、360だっけ、390円、サンキューか、税込み390。だから店舗で食べるよりどうなんですかね。安そうな気がする。だって天ぷら2つの時点も200円ぐらい取られそうですよね。まあね、まあ、天ぷらのサイズというか大きさは違う。うん、そうか。いや、すごいなこれ。このちくわても確かにもっと長いですもんね。もっとでかいと思います。そんな言うほど丸亀ちょっとヘビーユースじゃないんでわかんないけど、あー、ちくわもうまい。すいません、丸亀って、はい、つゆこんなに甘かったでしたっけ。結構甘いっすね。こっちお肉も入ってるんでかなり甘いですね。ますます甘いよね、はい、てかあれか、私がいつもだし醤油の あのぶっかけ、はいはいはい、とかぶっかけ温玉とかあっち系しか食わないから、あのつゆの丸亀をそんなに知らないのかな。醤油だとどうしてもこうちょっとしょっぱい系になるじゃないですか、うんうんうん、甘い丸亀の印象がないんだよな。こんなに甘かったっけ。あとは普通にお肉余りますね。最初の時点で私に分けてくれててもよかった、うん、全然ありですね。シェアしてもいい。最初お肉がその250円かそこら分聞いた時どうかと思いましたけど、その量だったら全然納得ですわ。その量はそういう量です。ちなみに3種の天ぷらになると、うん、これにエビ天がつきます。あら、1つ贅沢に。で、なんと4種の天ぷらになると、これ620円なんですけど、鶏もも天が2つつきます。おぉ、かなりボリューミーだと思います。鶏もも天、九州っぽいね。鶏もも天2つ、エビ天、野菜とちくわで620円なんで。なんか鶏もも天ってうどんのトッピングというか具として割と定番の地位を得てんの最近。はい、あ、でもこちら俺東京のうどん事情知らんのだけど、僕食べますね。ほんと？はい、結構唐揚げよりもこうちょっとあっさりしてるっていうか、唐揚げはしっかり味ついてますけど、なんかごぼう天とか、はい、その鶏天、え、鶏天ってどこ、福岡じゃない。鶏天をうどんのおかずで出す、うん、トッピングで出すのはどこの文化や、どこの地域の文化や。香川にはなさそうですね。香川じゃない、だったら福岡かな。福岡じゃないかな。何のあれも考えずに食べ続けると今回お肉は余りますね。毎うどんに肉を絡めてもいいです、ね、余りすぎちゃう、はい、それ全然計算できてないじゃん。あ、ほんと思ってるより入ってましたね。もう私は箸をこうやってグッて持ち上げた瞬間に、あ、これやばいと思いました。いや、でもすごいな、美味しかった。あっという間に私は完食しちゃいました。丸亀のでもテイクアウト限定だよね。まあね、お弁当ですね。はい、ここら辺近くに丸亀ないからな。中田町にはないですね。丸亀、新宿にはあったな。霞が関にありました。霞が関にあった。新宿にあった時2回か3回行ったな、丸亀。そんな高品質に結構ありましたね。あったあった。
中田町はあんまないな。渋谷でもあんまり丸亀見ないな。丸亀が近くにある方はね、あのランチはいいんじゃないでしょうか。テイクアウトで、やっぱどこも最近お高いですから。そうですね、逆に攻めてる感じがいいですね。ワンコイン以下でしょ。うん、税込みですか。税込み300円。うわもうすごいよ、すごい満足度。いやすごいと思います丸亀。いや普通になんか美味しかった。お昼一杯分って言っても全然足りないとかないですね。全くないです、うん。皆さんもぜひとも近くに丸亀があられる方、あの食べてみてください。あのつゆは甘めに感じました。丸亀で私あったかいうどんとかあんまり食べたことがないので、丸亀のつゆそんな知らないんですけど、すごく甘く感じました。あの焼肉のタレのせいじゃないですね、あの元々のつゆからして、うん、まあ辛くないですね。甘いです、はい、なんかしょっぱい方面のつゆでもないし、なんだこのつゆは。あんまり丸亀のイメージではなかったですね、私の中で。ただ全然なんか甘いからといって、あのしっかり主食ですよ、しっかりランチ、うん、しっかりあの夜食、夜食には何なのかな、分からんけど、うん、しっかりこう一食分のご飯として味わえると思いましたので、うん、あの全然おすすめだと思います。これ390円はいいね。なんでなんでしょうね、その私コンビニもう行っても何も買う気にならないんですよ。ああ、いやそうっすね。いや分かりますよ。もう、もうコンビニの棚見てなんかそそられることがあんまりもうなくて、何でも一緒だなっつって、結局同じサンドイッチばっかり買っちゃったりとかしちゃってる。そうっすよね。大体10種類あったら自分の好きなの2種類ぐらいしかなくて、うん、で今日はどっちにしようかって悩むと、まあ飽きますよね。飽きる、飽きるんだけどもそれしかない選択肢、はい、なんか新しいものに手を出すっていうのが、結局私はここはあの人の温かみだと思うんですよね。うん、なんかもちろんコンビニもすごいたくさんの人がこう介在して、いろんなね労力が詰まってると思うんですけど、なんでなんだろうな。なんかこういう言ったら悪いけどちょっとこのチャッチー、まあそうですよね、言ったら悪いけどチャッチーじゃないですか。なんかこの業務用の、うん、どこから仕入れたみたいな、まあ、特性じゃないですもんね。別にロゴが入ってるわけじゃないし、あと ビニール袋に詰めてるんですよこれいいっすよね。ただ一周回ってこっちの方がなんか人のなんかぬくもりみたいなものを感じちゃうよな。結局コロナになって人のぬくもりを欲してるよな、うん、我々は、はい、そこに答えてくれると思いますこの丸亀は。結構あれですもんね、飲食店ってもう店員とのやり取りもなくすためにもうなんか受け取り口と か, なんかロッカーみたいなの準備してもそこから取ってねみたいな。あ、そこまで、はい、そこまである。あとあのモバイルオーダーみたいな、はいはいはい、来たらできてるみたいなとかあったりするんで飢えてんな、はい、ぬくもりに飢えてますね我々は、はい、はい、じゃあそんな感じで、あの本日は丸亀製麺の390円からですねのランチ、テイクアウト用のランチをご紹介させていただきました。皆さんぜひともお楽しみください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でさよなら。